は蒸気圧、同社大学2021年の問題を説明します。これ11ですね。温度 TB ケルビン一定で 1.0 モルの実在気体 X のみを体積を変えることができる密閉容器で低 A、低 B、低 C、圧縮していくときの体積 V、圧力 P の関係を示していると。点 A から圧縮すると圧力が上昇し、点 B では圧力が PB となる。その後さらに圧縮しても圧力は変わらず体積は点 C まで減少する。しかしそれ以上に圧縮しようとすると圧力が急激に増加すると。V の点 B の体積 VB で一定した密閉容器 1.0 モルの X のみを入れたと。この時温度 T と圧力の関係を順に示す。TB から温度を下げた時の圧力と温度の関係を示していると。で、1番から4番の問いに答えなさい。この図1にちょっと書いたんですけどね。これ横軸が体積で、で、縦軸が圧力だな。これ1って書いてるのは、これ P が PB の圧力になるというな。で、A から出発するんだけど、だんだん体積が小さくなる。これは、ボイルの法則で、気体のみやな、ここは。で、B で、ここでちょうど気体のみやねんけど、液化が始まって、で、気体と液体が混じった状態な。だから体積だけ減っていく。どんどん液体になっていくな。で、ここは全部液体になって、で、液体圧力かけたら、その圧力が急に上がるということです。で、10人はね、これは、ここの 1.0 っていうのは、温度が TB の時に多いけどな。この1っていうのは B が TB になるときの圧力と。これは B だな。B は TB やし、TB やし、TB だな。で、ここから向こう、温度高いところでは全部気体なんだよな。で、こっちが温度ちょっと下げていったら、この気体と液体が混じった状態です。圧力が 0.2PB というときは、温度 TB のときは圧力 0.2PB という圧力を示しているんだな。11で点 B における体積 VB を、VB やな。ここは、ここは全部気体になっているので、PV イコール NRT の式に入れることができるな。で、今求めるのは、PB、VB を表しなさいってことやろ。これ PB やろ、VB で、N は1モルやからもう RTB って言うな。で、VB を求めなさいから、VB は、PB の RTB、こうなります。ね。B 地点での V の関係な。この関係。図2は TB より高い温度。この高い温度では、液体の存在存在しないので、気体ばっかりなんで、これも同じように PV イコール NRT の式に代入したいんだけどな。で、ここではね、1モルじゃ、ここは何ミリだったかな。圧力が 2P の時 TB の何倍か。これ V は一定じゃないかな。一定やから P は V 分の NRT で、これはみんな一定やな。一定やから P は T に比例します。で、 P は T に比例するから T、圧力が2倍の時は温度 TB は P が2倍の時は、TB は、2倍やな。温度も2倍やな。温度も2倍やな。ということでね。3番目。0.5 モルの実在気体のみを、体積、密閉容器に入れて 0.9 とするとき、圧力は PB の何倍か。これ3番目。PV イコール NRT で、で、今、体積はこれは 3VB にするんだな。で、N は 0.5 で、で、R と。で、TB はね、これ 0.9。0.9TB ですよな。で、今、P、圧力を求めなさい。な。あ、で、これ圧力の比やから、この VB はこれで与えられているので、P かける TB 分の、RTB ってやろ。これ3倍な。かける3。この3やな。で、0.5 かける R かける 0.9TB。TB 同士こう消えねえな。TB 同士消えるし、R も消える。じゃあこの、P、
5かけたら 2.5 や。それ 0.9 やな。はい、以上です。